子育てに最適な自然、個人、地域、企業による子育て活動。これに加え、鳥取県では安心して子育てができるよう、いろいろな方法で県民の皆さんへ呼びかけています。それでは鳥取県が県民の皆さんに進める3つの取り組みを紹介していきましょう。鳥取子育て応援パスポートは、子育て中の方がパスポートを提示すると協賛店舗で商品の割引や授乳室の利用などの子育て支援サービスが受けられるものです。約2200店舗にご協賛いただき、さまざまな子育て支援サービスの提供を通して、社会全体で子育てを応援する地域づくりを目指しています。またパスポートに申し込みをされた方と同一世帯の方には家族カードも発行できるので、夫婦別々に行動される場合などにそれぞれが持つことができて便利です。鳥取県在住で18歳未満の子供がいるご家庭、また妊娠中の方がいるご家庭なら、どなたでも申し込みできるので、子育て応援パスポートを作成して、さまざまな子育て支援サービスを利用しましょう。特典満載の鳥取子育て応援パスポートだけでなく、個人、団体、企業、それぞれの立場で自主的に子育て支援を展開してもらおうと作られたのが鳥取子育て隊です。個人では妊婦の方に席を譲る、段差や階段でベビーカーを運ぶ、また団体では子育て相談の実施や親子の交流機会の提供、自治会で子どもを預かるなど、そして企業では育児休業の取得を奨励したり、短時間勤務制度など、子どもを持つ親に対して働きやすい環境を作ったりと、身近なところから活動を積み上げ、支援の輪を広げる、それが鳥取子育て隊の目的なのです。鳥取県では平成22年に行われた子育て王国鳥取建国宣言の中で、毎月19日を鳥取育児の日に制定することを宣言しました。この育児の日は、県民一人一人が子育てに積極的に参加するきっかけにしようというもので、家庭や企業に積極的に呼びかけています。その一環となっているのが、ワークライフバランスの推進。仕事を効率よく行い、早く家に帰って家族や地域で有意義な時間を過ごす。そして仕事へのモチベーションを高め、効率よく仕事をする。毎月19日の育児の日が、好循環なサイクルを実行するきっかけになれば、鳥取県はもっともっと子育てに優しい街になっていくのではないでしょうか。鳥取県は豊かな自然に恵まれ、人と人、人と地域の結びつきが強く、働く場所と住む場所が近い、こういった鳥取の特性や強みを積極的に活用し、これからもより鳥取らしい子育て環境をみんなで作っていきましょう。